ツーストライク追い込んだ時にどうなるかっていうのがちょっと楽しみですよね。ストレートでいきます。右に切れてファールボール。内川の頭の黒木さんがおっしゃったようにこのスライダーというのがかなりウエイトを占めてるでしょうからね。いやもう当然このクラスの選手になると、ネクストとかそのベンチから、はい、どういうボールを投げてきてるかって大体も読みますよね、配球で、ね、でも鋭いスライダー持ってるにもかかわらずそのスライダーを投げないっていうところに関してすごく頭の中に迷いが出てるはずなんですよ。使うならここでしょうね。ストレート見逃しの三振、内川ピンチをしのいだ。増田3対2点差、8回表を終了しました。2番ショート金子、背番号4。